をしたことによる効果は、うん、こういうところはやっぱり行為に上向いてきたな、はい、こういうところは改善されたなと、はい、いうあたりちょっと聞かせてください。私のちょっとなんかどこかこそばっと聞かせてください。あれですね、うちまあ、半期、ね、年の計画があってですね、はい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 、でその中で山根人さんの人材育成、はいはい、社風向上、自己撲滅、はいはいはい、業績向上、はい、その4点を社長方針として PDCA で回すように、はいはい、今組んでですね。なるほど。で今はそれで何年目、今度は 2期目か、はい、そうですね、はい、2年目に入るんですけど、非常にやっぱり会社の目標を立てたりするのは社長方針というのが非常に大事なんです、はい、大事ですね。それをそのまま山根人さんがやるっていう、そうなんだ。みんな山根人さんで受講してるんで、その辺の考え方というのは基礎でありますから、うんうんうん、あそれを使わせていただいて、うちの経営計画にも入れて、なるほどなるほど、やってます。あ、そうすると、まあ、山根人が掲げている、うん、そのいわゆる研修の目的っていうのを、いわゆる会社方針に上手に活用していただいてるっていうこと。そうです。あ、それはなんか光栄。ああ、なるほどなるほど。じゃあそれが大きなこう一つ。そうです。はい。あともう。ああ、どうですか。あとですか。あとですね、やっぱり社内どうしてもまあ、今管理の人たちも結構ね、研修会行ったんで、はい、社内にいたら外の空気、外の人たちの考え方、はい、外の同世代の人たちがどのくらい成長してるのかっていうのが、はい、自分たち気づかない、はいはい、ところがあるんですね、はい、ではそういう研修を通してですね、同世代の方々の考え方であったり、うん、成長ぶりであったり、うん、そこがですね、多分切磋琢磨すると精進できると思うんです、うん、で、山根人さんで学んだことを社内に持ち帰って、今本社の所長の阿部とかですね、はいはいはい、ずっと毎月毎月手紙が来てですね、はいはい、やっぱああいうのは継続して、うん、やっぱり阿部君、まあ若い一番うちの、はい、営業所の中で若い所長なんですけど、はいはい、彼がやっぱ成長したかなと、彼若いのかな、音声が深く感じて、そうですね、最後のスピーチで彼なんかもう声震わしながら、うん、発表しましたもんね、覚えてますわ。あ、そうですか。まあ、いろんな分で成長してますよ。相当成長してますよ。なるほどね。それはやっぱりこう、初めに言われた、まあ、いわゆるこう、まあ、言うたら火の中の数じゃなくて、うんうん、でこう、まあ、外部の研修、で、まあ、要は他流試合ですからね、まあ、要は同業他社の方からの刺激も受け、で、研修を終えた後も、まあ、研修中は研修課題としてやってたものを、うんうん、まあ、検証を終えた後も継続してみるっていうことなんですね、うん、なるほどな。本当にいろんな部分で成長はあってると思いますよ、うん、いやもうなんかまず山根人の、おかげでっていうことじゃ全然なくて、うん、いわゆるこう一つのきっかけとしてはね、うん、お役立ちに少しはできてるのかなっていうのは思うんですけど、それをきっかけとしてまたね、本人たちもスタートしていきますんで、ああ、なるほどね、なるほどね。いや、なんかね、これからもやっぱ山根人としてはですね、まあ、今こう全国の参加企業の社長さんとこう対談なんかして、で今もこう SNS なんかでこうね流したりして、まあ、それある意味私自身にもこうプレッシャーかかってるわけです。うん、そうですね、うん、っていうのは今後もご評価いただいている会社さんから今後も山根人にやっぱ派遣管理職になってる、まあ登竜もないやというふうに言っていただけるようなね、うんうん、研修内容もやっぱり進化時代に合わせて、まあ、進化させていかんので、まあ私としてはそのいわゆる変えちゃいかんものと、はいはいはい、どんどん変わっていかんものと、このこう2つを、ね、まあ、きちっと見極めて、はいはいはい、まあ、これからも皆さんの、うん、お役に立てるように、うん、研修運営していこうというふうに思いますので、はいはい、ちょっと引き続き、はい、末永くよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そんな感じで。